夢ラジオ第5575回、今日は令和5年10月11日水曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、少し雲の出たけれどそれなりに晴れてる、ブルースカイもところどころ見える秋の空、11月11日ですね。全体的にもやがかかったような風景で、港のランドマークタワーもぼんやりとしか見えません。朝の9時半、太陽がまだ東にあります。嬉しいですね、朝の時刻は。夕方になってくると秋はもううつ病みたいになってきますよ。すぐに太陽が沈むから。さて、今回は地上戦必至、こんなタイトルでお話ししましょう。先週の土曜日朝、ガザにいたハマスからイスラエルの南に対して大規模な攻撃が行われて、それでイスラエル発表の犠牲者がどんどん増えて、これは1000人超えるそうですね。で、イスラエル人が1000人死ぬっていうのは、700万の人口ですから、やっぱショックなんですね、これ。今までの中東戦争でも、イスラエルの軍人が、まあ数百名亡くなる、こういうことはあったけど、主に民間人が1000人以上やられるっていうのは、イスラエルの歴史でほとんどなかったんじゃないでしょうか。ですから今回、前代未聞と、アンプレシデンティッドっていう言葉がよく使われています、海外メディアでは。本当にそうなんですよ。その意味ではハマスから見たら、もう練りに練った作戦、そしてその練りに練った作戦、そしてその情報伝達、準備、これをイスラエル諜報機関は見抜けなかったのか。こんな話も夢ラジオではしました。これでイスラエルが、まあ、黙ってるわけないんですよ。で、今回のテーマ、地上戦必至、もうイスラエルの軍としてはガザに攻め込むつもりでやるでしょうね。今準備してると思います。このままイスラエルが単にミサイルいくつかガザに撃ち込んでそれで終わりにはできない。もともとよそから来てパレスチナ人どけって言って無理やり作った国家だっていうのはイスラエル人自身が一番よく知っておりますので、いつやられるかって恐ろしいんですよ。自分たちがやったことをいつやり返されるんだって。だから今までもね、もう脅迫観念みたいに1やられたら10返す、そんなことをイスラエルが周辺国にやっていたのは、その恐怖心の表れなんです。もともと自分たちはこの地にいたものでない。20世紀に入ってから無理やりパレスチナ人同化して勝手に作った国なんだ。ですから夢ラジオでよくお話しておりますが、パレスチナ人からしたらたまったもんじゃないわけですね。よそから来て勝手に国を宣言されて、それでなんか居座っちゃったと。で、今回のそのイスラエル高官、これは首相をはじめそれぞれの大使がね、例えば国連大使とか米国大使とか、ああいう者たちがイスラエル人ですよ。英語で喋ってるのを聞きましたけど、やっぱパレスチナ人のことをね、どう見てもなんか人間以下に見てるような、そういうものの言い方してるんですよ。アニマルみたいな。
こういう言い方をね、すごい冷たいんですよ。イスラエル人のあのパレスチナ人へのあのものの言い方は。で、ああいう公の場でそうだ、なんか動物みたいな感じにあの表現してるのね、パレスチナ人を。まあ今回このハマスがね、イスラエルの南で残酷なことしたから、それは分かるんだけど、外交でね、ああいうことを平気で言うっていうのは、おそらく日頃から、そして戦後ずっと、そういう扱いを、あの、イスラエル人は、パレスチナ人に対してしてきたんじゃないかとは、まあ、容易に類推できますね。まあ、パレスチナ人、あるいはアラブ人から見たら怒るの当然なんですよ。しかも、前も話したように、ガザみたいなところに閉じ込められてですね、そこから出られないと。それで、そこへの電気と水と食料っていうのを全部握ってで、でもうコントロール、イスラエルがしてるわけだね。で、今それを止めてるんだ。その、今回の攻撃があったから。するとすぐに干上がりますよ。もう1週間ほどしたら、つまり今週の土曜日ぐらいになったら、もう、あの、ガザで悲鳴が上がりますよ。水もない、食料ない、電気ない。上からどんどんミサイル降ってくる。で、ちょうどその頃に、ドドッと来るんじゃないですか。あの、地上戦が、地上部隊がね。だから、あの、ハマスも、もう十分残酷なことしたんですけど、SNS で流れましたね。けれど、やっぱりそれの何倍かぐらいのを、イスラエルはやり返すだろうなってことですね。そうしないとね、持たない国なんですよ。その、リタリエーションっていう報復をやらないと。だから、このイスラエルとパレスチナ問題っていうのは、もう国際社会ができたらもう蓋をしておきたい、まあまあまあとかって言って、あの、触れないようにして、できたら何にも起きないようにして、でパレスチナ人にしわ寄せてね、しわ寄せをしてほったらかしみたいな。けどパレスチナ人としては黙ってねえぞと。それが今までの数次にわたる中東戦争でもあったし、インティファーダでもあったし、で今回のハマスによる大規模攻撃でもあった。ですから、あの、今ハマスが言うように、イスラエルを地上からね、エラディケイトって英語で言いますね、根絶するってことはもうできない。700万いるはいるんだ。で、戦後70年か80年経ってるんですよ。戦後っていうか、あの、建国してからも。イスラエルを根絶することはできない。ハマスが言うようにはね。だから、もう共存していくしかない。イスラエルとパレスチナが。もう。ただ、イスラエルとしては、パレスチナに、あの、もうちょっとパレスチナ人を、こう、思いやるというか、まあ、できなかったんだろうね。そのパレスチナ人をどかして、あの、勝手に作った国なので、そのパレスチナ人にいい顔を見せたら、いつ全部取り返され、取り返せ、ね、全部取り戻すと、と、全部返せと言われちゃいそうだと。だから、もともとイスラエルっていう国はね、もう悲劇が約束されてる国なんだね、こんな経緯自体。だから、ここまでの悲しみを経験するくらいなら、パレスチナ人にも、で、イスラエル人自身も、荒唐無稽に見えた、あの、アフリカの中部とかね、マダガスカルとか、まだあの辺で国作った方が良かったかもしれないんだよね。アルゼンチンの誰もいないとことか。地上戦は必死で、で今回お話したように、イスラエルっていうのはもう1やられたらせめて5あるいは10返す、そういう国
だからセンシティブな国なんですよ、イスラエルって。過敏なっていうか、ネタニヤフ首相がもう長くて困難な戦争が続くって言ってたのはこれのことですね。でハマスも多分やり返すと思う、地上戦になっても。そうなってきた時、周りのアラブ諸国だって黙ってないと思う。エジプトはイスラエルを認めた国交もある。サウジアラビアもイスラエルを認めようとしている、国交を結ぼうとしている。だけどよく言われるイランですよね、シリア、ヨルダン、そしてエジプトの、サウジアラビアの中にもパレスチナ頑張れって思ってる人はそれはもういっぱいいますから。長く続く悲劇ですね。もうイスラエルという国が抱えている悲劇で、もうそれがここに来てまた吹き出したっていうことでしょうね。夢ラジオ、今回は地上戦は必至、こんなタイトルでお話しました。水曜の朝です。